うわ、一番食いたくないやつじゃん。ライボー、ライボーです。今ボタンのもの、ボタンの擬人化いたな。擬人化、ボタンの擬人化してる人いたな。ボタンの擬人化をしてる人。日本語が変だね。モノマネでいいんじゃないの。うん、いやでもクロムさんのそういうところすごい私素敵だと思う。ああ、もう砂上さんが何でも褒めてくれる。ありがてえ。ちょっと甘いんじゃないですか。パパー、パパー、調子に乗るから。パパー、やっぱそうっすよね。そうっすよね。おや、ありがとうございます。パパ、僕ももっと自信を持っていきますね。増長したな。調子乗るか。ふふん。ナイボー、ナイボー、ナイボー、ナイボー。うん、まあ、特に平和で、うん、平和でよろしい。いいっすね。はい。ご機嫌ですね。すごいな。砂上さん、砂上さん、いや、出てるな。はいはいはい。いいボタンを押した夏目は偉い。ああ、もう夏目先生も偉いですよ。あ、そうだよな。もうこれはギアが高い、ギアが高い。やりてえだけじゃねえか。今のは卑怯だよ。誘導尋問した。あ、でも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 聞いてほしい。寺田さん、寺田さん、マジで聞いてほしい。砂溜めさんに褒められると嬉しい。でも、ちょっと今何を考えてんだこいつら。やだやだ、もうやだやだ、バッタバッタ。長い付き合いなので、もうくんだし、くんだし。おー、ないぼ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 ー。これどうですか、砂上さん、このボタンは。やめてばいいじゃん。そうですね、やっぱ素晴らしいボタンだ。やめろやめろ、このままでちょっと。まあ、僕も褒められたよ、ママ。やめなさい、やめなさい。いいな、褒められて。パパ、この流れやめ。お兄さんみんなのお父さん、お兄さんって、お兄さんって呼びなさい。パパ、お兄さんって、お兄さんって呼んでた。砂上さん、僕の初手ボタンまだ褒めてもらったんで。砂上さん褒めてもらいたいじゃん。さ、こっちも思ってないことよく言うわ。根に持ってた、根に持ってた。なんか次、あ、次ダブ切り起きて、めちゃめちゃさ、めちゃめちゃ偏りそうだし、めちゃめちゃ夏目にサブ任しちゃってるわ。申し訳、申し訳ないピヨ。
おい、おい止めないでくれ、俺ないよ。パパがパパ、コミサボなる前のアドミン情報です。石油に電気に、石油にが東屋寺と、はい、電気が咲夜と誰だろう、夏目かな、多分その時系列だったら。いや夏目先生エンジンで見てます、僕カメラで。あ、そのえその時系列あでしょ、合ってます決まりだな。カキさんはエレクトリカルにいました。僕がそれを放っておいてセキュリティに行ってます。昨夜さんと一緒にその時はいましたね。そっから僕は診察部抜けて、また戻って電気で終わりです。なので、実際どうも夏目先生になるのかな？あれ？え？夏目になるの？昨夜さんと千葉さんは会ってないんですか？バイタルで。いや、自分は夏目です。あ、見ようとして、夏目さんもだったんで、ちょっと夏目さんも行かないと思って、はい、行きました。夏目先生がエレクトリカルに最後入ってんの、うん、あ、違う、自分最後武器庫にいます。じゃあ昨夜さんがカキさんやったとしか思えない。え、さっきのじゃあ夏目先生の電気室ってのは何だったんですか、発言は。自分メインホール行って、はい、メインのタスクをやってエレクトリカルに行って、メインエンジンコミュニケーション武器庫、武器庫のタスクやって最後コミュニケーション直そうとしたところで終わりなので、その時のアドミン情報だと勘違いしてました。で、その前にあったのは、黒川黒目にメインになりましたけどね、最初。最初だって、待って、アドミンのって、アドミンってあの、あれでしょ、コミュ前の話でしょ、アドミンって。そう、直前前です。はい。直前か、うん。直前だったら、あ、ごめんなさい。だったら、まあ、そう、かきさんと作業じゃないですか、15秒前。そもそも多分、その時系列だったら、夏目先生、そもそもメインだと思うよ。OK です。じゃあ、エレクトリカルから上がったから時系列ちょっとバグってました。ノズルさんは、僕ノズルさんと僕はコミサボ直前はミーティング一緒にいました。あ、ミーティング上がってボタンを押そうとしてました。で、コミサボを鳴ったのでそのままコミサボを直しに行きました。はい、僕はずっと待機。はい、センターさん無理です。ノズルさん下から来てもらった武器庫の方から、いや、センターさんとミーティングに確実に行きますよ。千葉さんはコミュニケーションいたのね。アドミンいました、アドミン。いやー、議論かき乱して申し訳ない。めちゃくちゃいい位置でキルしたけど、夏目が死にそうだ。まずいぞ。夏目が死ぬでごわすよ。ごめん、ちょっとリアクター出しちゃって。電気はちょっと弱かったんで、電気に人いっぱいいたんで鳴らしちゃいました、すみません。カービすぎる。死んでねえのか。ナイスボタン。みんな一気にシャワーからスキャリングルームに。さっきのターン、責任にって誰でしたっけ？あ、テラゾーと東屋。東屋さん。タイムはじけてるんですよね。テラゾーさんが最終目撃なんで。はじけましたね。あ、了解です。死亡時刻はわからない。わかんないですね。ただ、俺は東屋には死亡が出るんじゃないですか。あ、もう、あ、そうだね。東屋さんが先にセキュリティにいて、俺、何したんだっけ、俺。セキュリティで何かした後、俺がカメラ見始めた時に、コミュサボになって、あれ？と思って、解除したら、東屋さんが、多分そのタイミングで、コミュニケーションサボが鳴って、同時に、モニター離れてコミュニケーションに向かってるので、はい。うん。そんな感じです。あ、そうだな。
何してたんだっけ俺。何してたんだか忘れたわ。クロムさん最終位置どちらでしたっけ。あ、クロムさんは最後エンジンまで行ってますね。メインから。はい。なるほど。エンジンの右の方ですね。は結構昨夜さん怪しい位置です、やっぱり。そうですね。怪しい人は分かるんですけど、多分自然な考えとして、カキさん、組みそうになったので、エレキから普通にメイン上がってエンジンとかまで行ってると思うので、自主点だと、まずこの辺にいた夏目先生、クロム、前にとどっちでしたっけ、クロムさんと夏目先生。夏目先生は、コミの直前にエンジンのカメラに映ってます。はい。カ、は、キ、い、さんはそういうの見てもないですね。カキさんがまあメインにの登って、そこでタイミングで切るってのを提出しておきます、一応。釣られる場合は。はい。やったとしたら、責任に行った可能性は合わないですか。その2人がカバーやってる二郎の場合は、ね。夏目先生は全然別にかばってないんですけど、夏目先生のことはどうでもいいんですけど。違う違う、関の二郎ですね。だからその二郎もあるかなと思ってます。ノズルさん視点、先端さんって隠しろに置いちゃっていいと思う。いや、そのどのタイミングでどこで死んでるかが全然わかんないんで。武器庫まで一緒で、エンジンからドズルさんと一緒なんで、僕がキリできるならエンジンの左側ぐらいなんですけど。あ、そこの二人の証言が、はい。茶早さんがその証言出してくれるんだったら、僕と一緒に、コミスさん僕はセンターさん絶対キリで無理だと思います。ドズルさん出せるんだったら、じゃあセンターさん白いです。はい。僕だけ確証だと思います。竹井さんってはしごの音聞いたかどうかだけ聞きたかったです。すいません。いや、覚えてないです。すいません。オッケーオッケー。よかった、入れないで投票しないでよかった。え、なんでお前いるんだよ毎回。なんでいるねん。トウヤさんにいたけどな。なんか最初ミーティングで音聞いてたら、テラゾさん、トウヤさんいました。トウヤ、チハヤ、トウヤ、サクヤ、ドズルさんもエレクトリカルらへんだよね。てか、あ、これって通報じゃないの。通報で死体発見で、シャワー室、左下、メインホールに繋がる道で、トウヤさんです。サクヤさんってどこ行ったの。なんであのミーティングの音を聞いてもらったら、ミーティング上がってタスクして終わりです。はい。市販屋さんかの電気あたりすれ違って、寺田さんもいたと思うんですけど、そのまま次の下のアップロードやって、そのまま、電気メインホール組上がってミーティングです。うんうん、今回のキル、夏目隠しろを出してほしくて、白から弾きましょう、もう。寺蔵さん視点で夏目無理じゃないですか。わかんない。なんで聞き巻きで一緒に巻いたじゃないですか。うん。覚えてます。で、展望デッキで停電を夏目が直してます。誰か直したかっておられますか、はい、まあ、死んでる人じゃなければ、まあ、夏目が展望デッキで直しました。はい、その後にキッチンのハンバーガータスク、武器庫のところで黒川クルムと会いました。黒川クルムさん覚えてます。停電明けです。覚えてないな。マジ。あ、でも、まあ、その、距離的に寺蔵さんに前に行けないってことを、ちょっと主張したい、ね。まあ、武器庫にはいたから、わかんない。夏目先生が見てるのかどうかわかんないけど、俺は見てないけど、まあ、わかんない、ごめん。武器庫にいたのは間違いない。結果として、ノズルさん、トウヤと会ってます。トウヤさんと会ってますよね。会ってないです、僕。え、会ってません？俺、エンジンで、俺、僕、電気室、あ、エンジンか。初手だったら分かんないです。僕、電気室で、茶屋さんとずっとバチバチやってました。灯屋さんなんですけど、最初、あの左の灯油のとこの方に行ったの、僕、多分、ゾズルさんとすれ違ってると思うんですけど、灯屋さん多分右の方に行きました。左に黒と青が行きました。はい、だから、灯屋さん、その後右に行ったんですよね。だから、そういうことです。決めなきゃいけねえわ、これ、どうしよう。いや、僕、夏目先生と黒間さんの色だと思います、今回。すいません。でも、僕たち終わらないので。夏目が。いや、全然白くないです、夏目先生は。わかんないよ。いや、多分、僕たちの連絡、ちょっと終わらないです。配信お願いします。右の方に。いやー、マジか。わかんねえ。インポストうまかった、すいません。
自分ボタン待機します。作家さんじゃないと思うな、これ違うのか、作家さんじゃないと思うな。白黒、白黒にローか。そうね、これもしかしてリアクター鳴らしたら負けだった。あれ？おお、押せた、よかった。夏目先生釣りましょう。コミュニケーションから左に行きました。明らかに直すクルーの動きじゃなかったんで。いや、違う。寺蔵さんがインポスターの可能性が自分視点十二分にあったので、寺蔵さんとなるべく距離を取りたいっていう主張一致でした。なんでかっていうと、寺蔵さん、キッチネワギったのは確実ですよね。で、ちょっと待って、夏目先生、それってさ、二郎残ってるっていうこと？それ。二郎残ってる上で逃げようとしたってこと？それは緊急タスクを直した方が絶対いいよ。実験酒屋さんで 100% 終わってると思うので。なんでですか？夏目先生に入れた。なんでかというと、ちょっと聞いてください。なんでかというと、夏目視点で、酒屋さんが容疑者一筆頭のメインシャワー缶のキルは黒川クロムと、夏目がほぼ 100% 無理の、寺蔵さんに関してはわかんないって状況で、で、客観視点で黒川クロムとドズルさんが対立しており、寺蔵さんと対立してないですよ。対立してないよ。エンジンとコミュニケーション間の話で、多分ここ二人どっちかだろうなって思ったら、メインシャワー間のキルができるのって、ほぼ作屋さんか千谷さんか寺蔵さんなんだけど、情報を出してる寺蔵さんが弾けて、千谷さんと、作屋さんで精査した時に初手切るから作屋さんが怪しいので釣ってます。でも酒屋さんだって断ずることはできないと思う、はい、絶対苦しい、うん、だと思います、まあ、ほぼ酒屋さんだと自分は思ってたんで、うん、今日は夏目先生釣りますが4人盤面で最後釣るの誰だか分かんないっす。寺蔵さんありえま、俺疑ってんの、寺蔵さんしてで夏目の白が出せないのめちゃくちゃよ、出せない。だってキッチンで沸いたのしか見てないもん。展望デッキで停電直してるって証明は信じてくれませんか？それってなんか白い要素になるのかな、よくわかってないんだけど。だから寺蔵さんが、死んだ二人が寺蔵さんがこうメインとかエレクトリカルまで移動してる自分後ろにいることになりますよ。だからそこまで行けないっていう主張をした。いや、わかんないけど釣りたいっす、とりあえず。いやー、最後の今日の動きが怪しすぎました、さすがに。でドズルさんがボタンを押してるんで、二郎でドズルさんは絶対ないしな。ごめん、サボ間違えた。ごめん、サボ間違えた、履けなきゃよかったんだな。やべ、サボ間違えたね、ごめんね。いや、これで負けたら俺ド戦犯だわ、ごめん。どこにいる？これでやらかしたら俺先犯だわ、ごめん。それはごめん、マジでごめんね。いや、マジごめん夏目、マジごめん、ごめん、マジで油断したわ。ドズルさん、よかった。クロモさんとすれ違ったんでクロモさんだと思います。寺蔵さん、僕が下から武器庫下から行って、
コックピットを見ようと思ったんですけど、コックピットの方に左に行ったら寺蔵さんが左から来て、僕はそれを見てそこで戻ってレポートですね。なんで夏目先生が千早さんに言うんですけど、夏目先生が黒だと思ったら多分夏目先生が黒だと思ったら僕で、咲夜さんが黒だと思ったら寺蔵さんに入れてください。そういうことだね。そう、怪しいと思った方に入れてください。全クルーの皆さんに申し上げます、正直全く精査できてないです。なんで本当に鈍い血って感じ今。現状を考えられているのは、東屋さんが死んでることから、初日のセキュリティ寺蔵さん東屋さんのところの二郎、で寺蔵さんの方が若干市民に見えてるくらい、白目に見えてる、どこの要素で怪しいですかね。誰がキルし、誰の要素でキルしたと思ってます。クロムさん全然怪しくない。クロムさんも夏目先生、クロム残って5人盤面の時にリフト、鳴って左側を千早さんが直して、ミーティングルームでドズルさんがボタンを押して、うん、右側のリフトで僕が直してるじゃないですか。うん、そうです。夏目先生は全くその周りに来ていません。クロムさんは遅れてリフト右側に降りてきました。あ、そうなんですね。夏目クロムが二郎だった時に5人盤面で停電鳴らして、どっちかがカチカチして、どっちかが停電を妨害してどっちかがキルすれば確実に勝てますね。あ、そうじゃん、確かにそうじゃん。それ絶対か。それはコミュニケーション側に多分夏目先生がいたんで、コミュニケーションやろうとしてたと思うんですけど、エレクトリカルはどちらがエレクトリカルのカチカチをやるかを決めないと、キルクオールを貯められません。インポスター側は、だとしてもどっちかがカチカチして、カチカチが勝ち合わなかった時にどっちかが譲ればいいだけなので、エレキーを直せばいいだけなので、5人盤面の時に昨夜さんが連れて、昨夜さんが絶対にインポスターです。僕ですよ、昨夜さんがインポスターで寺蔵さんです。昨夜さんの議論姿勢はかなり白かったと思います。ごめん夏目、マジでサボ間違った、ごめんごめんね。いやマジごめん、マジでごめんな、本当にごめん、本当ごめん夏目。夏目先生は停電やってなかった。いやいやごめん夏目、すごいすごい。夏目ね、そんな親のことだな、寺蔵さん主人公すぎたな、寺蔵さん。ごめん寺蔵さんも強くないよ、夏目先生は。なんで白照明を俺に求めるんだよ。あんまりメイン感のキルだったらね、夏目も剛速球で寺蔵さんをベントで追い抜かしてキルしてまた戻ってるから、そういうキルなんだろうなって思う。マジでごめんね夏目、ごめん。マジでごめん。そう、死んだ場所知ってるような切り口だったなね。夏目先生がずっと議論妨害してる感じしました。いやなるほど。自信になっちゃったな。いやでも危なかったですね。5人だったんで、うん、よくリアクター直したな。でも正直最後はドズルさんがアドミン周りにいてくれたおかげで、ドズルさんにアドミン任せて俺は右側に行って見てたんですけど、確認してドズルさんが死んでると思ってアドミンに行ってドズルさん発見なんで。マジでごめんね夏目。インポスターっぽい人が停電直さず武器庫から上がってきたんで、うん、少しでも右行こうと思って廊下まで出ました。わかったマジで。キルクールどうだった？クロムさん。もうギリじゃないですか。キルクールでも10秒くらいやったから。ああ10秒。はいはいはい。いやナイスだったなその反応も。いやテラゾさんがやめてよ本当に。もういやだってテラゾさんありえたもん全然。そうですよね。二郎残っててなんで停電しないのって本当その通りで。そうですよね。それはごめんなさい僕のミスです、すみません。僕が分かってなかったです。夏目がね、エンジンとかキッチンとかで湧いてコックピットに1回戻って黒川のサボタージ見ながらコミカ停電で勝とうって思ってたからベントで飛ぼうって思って左に行ったところ寺蔵さんに見られてて感じ。ごめん。そう。ベントで行ったからコックピットに入ったところだ。夏目クロムの可能性でけえと思った。そうなんだよ。夏目クロムでまあね。しびれた。よく褒めて褒めてとか言えたもんだねもう。夏目とクロムが褒めて褒めてって言ってたから。いやごめんね夏目勝ちたかったね。ごめんね俺のせいだね。全然いい勝負だけでもいい勝負だけでも。いい勝負だな今。